こんな状況で、まあ、こういう時だからこそこう見える景色もあるっていうか、で意外とその景色はいい眺めだったりしてね、なんかねそんな予感が僕はするな。あの本当誤解しないでほしいんですけど、あの植松さんってね可愛いんですよ、すごい。これ結構昔から知ってるんですけど、すごいねチャーミングっていう感じですね。大原の誕生日なんですよね今日が。この日にまた生まれ変わるのか。内藤選手本当天才だと思うんですよ。もう全てがね天才なんですよ。もうなんていうか見てもらえれば分かりますよ。とにかくですね、シュリが初めて世界に来て、こんなに恵まれた女子プロレスは未だかつていなかったと思う、きっと、うん。あいつに負けるのはちょっと嫌だなって珍しくそういう気持ちになっていて、まあ今こういう状況なんですけど、まあね、きっと何か方法があると思います。もう JCB でもうフルハウスのお客さんの中でこうスポットライトが当たってるスマッシュのみんなを、もうそういう絵を僕想像してるんで、きっとなると思いますよそういうものは、うん。